皆様、こんにちは。ビザ JP カナダ移民コンサルタントの白石です。今日は6月6日です。で、先はい、週こ、国境のイミグレーションサービス、対応時間が変わりましたというニュースです。これ、本当に本当に要注意でですね、なぜかというと、対応時間が変更についてと、やんわり書いておりますが、対応時間がすごく短くなったんですよ。なので、国境に、ビザのことで、ビザの関係で国境に行こうかなと思っている方は、何しろ注意をしないといけないんですね。で、まず、フラッグポールって皆さん知ってますか？フラッグポールというのは、フラッグ、国旗とか旗のこの立てるポール、このね、棒をフラッグポールというんですけど、このフラッグポールの周りに旗が、はたはたとというか、ひらひらとこう旗がありますね。こういう感じでぐるっと回るんだよっていう、そういうことで、この、国境に行って、その国境の線を越えてぐるっと回って、ただピロンって帰ってくるんだよっていうのをフラッグポールというんです。で、これは、業界用語なんですけども、フラッグポールというんです。でも、結構このフラッグポールというのは、結構浸透している言い方です。で、なので、国境でこうぐるっと回って帰ってくる。要するに、言葉で言うと、アメリカの国境を越えて24時間以内に再入国する。っていう、その、手続きのことを言います。で、そのね、フラッグポールのサービスが、できる国境とできない国境というか、国境もね、こう、ダーッとこう、あるわけですよね、線が。で、その中に、通す人やトラックや、そういうものを、通す場所っていうのが、イミグレーション、なんていうの、入国管理をするところがいくつかありますけども、それの全部が全部、イミグレーションサービスをしているわけではないんですけれども、イミグレーションサービスをしているところに行くと、そのフラッグポールというのができるんですと。で、そこで、例えばね、ワーキングホリデービザのアクティベートをするとか、学生ビザのアクティベートをするとかっていうのが、一般的ですが、たまにはですね、それ以外の、延長の申請とか、いろいろなコンディションのチェンジの申請とか、そういったことも、できればそこでやりたいな、なんていう人もいるので、そういう方には、要注意というニュースです。これもう5月30日以降なので、もうすでにこの時間帯になってるんですけど、今まで、24/7だったんですよ。24時間、曜日も関わらず、ずっといつでも行けるよという感じの国境、ボーダーが多かったんですけど、だいたいもうこれ、西海岸エリアというのは BC 州ですけど、BC 州はだいたいもう金曜日はダメ、金土日はダメになりました。そして午前10時から午後4時でしょ。今までね、仕事終わった後に夜行きます、その方が空いてるからなんていう人も結構いたんですけど、もうそれはダメね。で、この、バウンダリーベイというのが、バンクーバーから距離的に言うと一番近い、あとは一番空いてるということで、結構人気がある場所なんですけど、でも車じゃないと行きにくいかなということで、ね、そういう不便な点もあるんですが、距離的には一番近いので、ここ人気なんですが、これはもうなんと午後2時までなんですね。気をつけてください。で、オンタリオの方に行くと、0時までやってる、だから真夜中までやってるので、結構長いは長いですけど、3箇所のみですね。です。で、それからケベックエリアに至ってはですね、もうまちまち場所によってこうやってる時間違うっていうので、ちょっと注意してください。で、ちなみにこの国境をこの時間じゃないと渡れないわけではないんですよ。この時間じゃないとそのビザのことはやってくれないっていうことです。なので、渡れるは渡れるけど、行っても意味なかったよね、この時間帯じゃっていうことが出てくるかなと
思うので、皆さん、ビザの、申請を、目的として国境まで行くのであれば、よくよく注意してください。で、じゃあ、これ以外のところはどうなのっていうと、これ以外のところはね、には変更はありませんっていう、発表だったんですが、ちょっとね、これ以外のところっていうのは、こちらの、CBSA オフィス。というのがこの国境入国管理局のオフィスなんですけど、ここをのページを見るとですね、何のサービスをやっているかということで、イミグレーションをやっているところ、イミグレーションをやっているところ、どこなんだろう。あ、で、出ました。でも、見てください。これね、前は、しばらく前、しばらくっていうか、多分私が最後にこのページ見たのは、まあ、数ヶ月前なんですけど、その時には少なくとも、ここにね、イミグレーションサービスができるボーダーの、なんか赤い丸があって、そこをクリックすると、そこのページに行けたりとかしてたんですけど、今、ノーデータイズアベラブル。なので、イミグレーションサービスをしているところのデータが載ってないです。これちょっともうちょっとしたらまた載るのかわからないですけど。なので、基本的にはね、私は今はもう、ここに書いてある、ここにリストアップしてある、ここ以外は行っても無駄足になるかもしれないという気持ちで、もし行くならね、いた方がいいのではないかと思っています。なので、できれば、可能であれば、ここに書いてあるところに、この書いてある時間帯に行っていただくというのが、まあ、確実なんだなと思います。そして、まあね、CBSA っていうところは、移民局じゃないんですよ。これは、国境を管理するその入国管理局なんですけど、入国管理局の人々は移民局の人じゃないんですね。なので、もともと、これはもうずっと前からなんですけど、CBSA の方たちはあんまりここでビザ申請を実はしてほしくないよっていうか、難しいことやってほしくないよって比較的思ってるんです。なので、間違いも結構あるしね。っていうのが、まあ、CBSA のその国境とか空港のイミグレーションのオフィスで何かをやるときの、まあ、リスクというか、なんですね。なので、もうね、CBSA は常にこう、オンラインでできるものはオンラインでやんなさいよっていうふうに、おすすめを強くですね、しています。で、強くってどういうことっていうと、本当に帰らされることあります。国境まで行ったのに、いや、これオンラインでできるんだから、ここではやらないよ、オンラインでやってくださいよって言われて帰されてしまうとかね、そういうことは比較的よくあるんですよ。なので、まあ、そこに、ボーダーに行って、フラッグポールで、ビザの申請をしたいという人は、なんでここに来たのかというね、オンラインサービスを利用しないで、わざわざここに来たという理由をちゃんと説明できるようにしとかないといけないです。で、特に、まあ、ワーホリのアクティベーションとかね、学生ビザの許可証を持ってて、それのアクティベーションとかね、それはいいんです。それはもう、ボーダーに行かない、一回国を出て戻ってこないとできないので、それは、オンラインでできないので、それはいいんですけど、就労ビザの、延長とかね、学生ビザの延長とか、あと観光の延長とかね、そういったものはオンラインで全部できるんですよ。で、そういうオンラインでできるものをわざわざ、ボーダーに行ってフラッグポールでやろうと思うと、まあ、例えば緊急度、これを今やらないと、オンラインで申請すると3ヶ月もかかってしまうけど、今やらないともう学校が始まってしまうんですとかね。まあ、で、それも言うだけじゃなくて、学校が始まってしまう証明、入学許可証とかね。まあそういったものを、がないとですね、なかなかその緊急度とか来た理由の証拠がないとなかなかやってもらえないことがありますので、これは注意してください。ということで、オンラインでできるサービス、こんなのがあるので、こういう人たちはオンラインでやってねというのが、まあ、CBSA、入国管理局の方の、
まあ、以降ではあります。ということで、イミグレーションサービスの対応時間が短くなってしまいましたよというニュースでした。あ、ちなみにですね、ちょっとこれに付随してですけども、現在、このカナダのボーダーのスタッフが、ストライキを予定しています。なんと。で、ストライキは今のところ、これね、3時間前ぐらいのウィンザーだから、3時間、あ、ごめんなさい、3時間前ぐらいの、オンタリオ州の方のニュースなんですけど、ここに書いてありますね。だいたい9000人のその CBSA のスタッフが、ストライキをしますよ。4時から。4時から、フライデー。明日ですね。あ、そう、明日の午後4時から、イースタンタイム。だから、バンクーバーの人は午後1時からですね。しますよということなので、ストライキになったら多分非常にスタッフが少なくなって混むので、ちょっと今絶対に行かないと、ボーダーに行かないともうビザが切れちゃうよとか、なんか一家の終わりだよという人以外はですね、ちょっとこのストライキの行方は見てからですね、落ち着いてから行った方が、ストライキの方が落ち着いてから行った方がいいのかなというふうに思います。